しますね。この間が占有班51だったんですよね。よいしょ、増えた。1499。はい、目隠ししてください。1499。はい、それにしてください。1499。インチはまあこれぐらい、130×85mm。あ、200いった日もあるんですね。すごい。で、これが何でしたっけ？ペレット。ペレットです。あ、丸ぐらい合計です、1日の。これこんなに食べてるわけね、ペレット。はい、結構食べます。なるほど。26はきっといい。まあ40全部食べてるんですね。40g。そんであとはチムシは食べないんだよね、この子。うん、飲むのがどれぐらい飲んでるの？これ。うん、そうです、丸が合計ですけど、ほとんどピチャピチャこう、あの、こういう黒いやつなので。何にしても飲んでますよね、賞味。はい、例えば。445だったら、少なくとも400ぐらい飲んでる。そこまでは。飲んでないと思います。結構、あの、下がベタベタ。相当ベタベタになってる。じゃあ、もうだと半分ぐらいってことかな。半分は飲んでる。半分は飲んでるかな。おしっこも多いんじゃないかなとは思います。でもたくさん出てます、うん、はい、でラキサトンは飲めてるわけね、はい、と、薬は薬もなくなったので、あ、なくなっちゃった。4-14、あ、そっか、18までか。ということで18ぐらいまでは飲んでたわけですね。そう、はい、これ1月金曜日。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと身体検査していきます。はい、出して、顔にして。すごい、これ、家庭引っ掛け取ろうとしない、これしないです。しない。はい、ただ毛がもうすっごい生えてきちゃったね、これ一回外しますか、これ。どうしよう。もう全然出てこないんかな、ここから。はい、何も出てこないです、ね。特別技能今日拭いてるわけじゃない。はい、拭いてない。何にもしない。何も触ってないです、ね。ここ何日も触ってないですか。はい。はい、前回来てここ来てから本当触ってない。あ、触ってない。あ、それぐらい？はい。なさそうですか。うん。海は今のところなさそうだよね、これ。取りますか。最悪腫れてきたらまたその時考えるとして、それか本人が気にしないならもう限界までつけとくかですよね。限界までつけといた方が、うん、その方がまあ無難ですよね。だって普通の農用と違うからさ、うさぎさんの場合は。そうそう、多少でも外でもあったらこれを伝って多少は出てきてるはずだからさ、うん、無理に取るのは簡単なんです。チョキンと切って消毒してピッと抜けば簡単に取れるんですけど、この子はすごいこれを気にしてるんだったらまたあれだけど、そんな気にしてないんだったら本当、はい、じゃあすいません、アクセサリーじゃないけどもさ、ちょっとこれつけさせてもらって行きましょう。で、薬は飲ませてください。はい、はい、ちょっとお腹も壊し終わるよ。それじゃあ今からね、ちょっとこの子慢性腎臓病もあっての話なんで、少し治療してっていいですか。はいはい、話を。
手は離して、そうそういうことそういうこと。ごめんね。よっしゃ。で、この辺まで。入りが悪くなったら言ってくださいね。ちゃん開口呼吸どうです？口開けてないかな？ちょっと見て呼吸。さっき少し口開けとったからさ。落ち着いてて体もスラッとしてる。じゃあいいよ。もう一回。15分ぐらい。銀温水カップでちょっと持ってきて、一つ。はい、じゃあそこをちょっと離しますね。よいしょ。
ごめんね。よいしょ。もうちょっと前に来て。海っぽいのは出てこないですね。おっと、嫌だよね、冷たいよね。さて今度はもう全然出なかった。出なかったとはいうものの、原因がさ、歯の根っこの産んでるやつだからさ、いつ溜まるかは分かりません。だからやっぱ、まあ、お薬飲ませながらね、見てください。それでちょっと、よし、抗戦勝者 100の3分で、うわ、いっぱいあるね、毛玉が。毛玉じゃないか、これは。で、当ててでスタートして、一回ちょっとだけこの味を分かってもらって、それだよ、泣き叫んだよ。よし、ちょっと中田さん、補定変わってちょっと溶かすで、こんブラシをだよ、ブラッブラシ、ちょっと VD にして、で、当てていいよ、あと2分当てて。